公式発表、エンバペさん、PSG 対談。バペがパリ対談を正式発表したんだ。X の本人アカウントで語ってるんだ。レアルはバペをどこで使うんだろ？今ってビニロドリ好みトップが多いんだよね。亀は左サイドじゃないと嫌なんじゃなかったか。バペは CF だと思うんだ。ビニロベンチに置くなんて考えられないし。バペ CF やりたくないって言ってたはずなんだけど、レアルでなら受け入れるのかな？試合の度にじゃんけんで決めたらええんじゃね。アンカラスター選手が一人もいなくなってしまった。ロナウサウジから引っ張り出すぐらいしか残されてない。イガイン、コロムアニ、デンベレ。なんだこの3トップ。さすがにここまで発表されたらマドリーに来ると信じたい。ベリンガムのための今のシステムだとしても、ロドリゴの代わりにエムバペが入ったらとんでもないカウンターの破壊力になる。さっさと移籍できてれば今頃 CL 決勝戦の舞台にいてタイトルを取れた可能性があるの苦悩すぎるな。すでにマドリーにあるキューラも支度の豪邸買ってるみたいだね。来季は今の陣営にエンバペ、エンドリック確定か。遅かった気もするが楽しみだな。リーグアンを離れるのがこれほど難しいとは思わなかっただろうね。移籍の話が出るたびマクロンにインターセプトされるし。これでハーランドもマドリー行くんやろ？もう欧州一強になるな。